今ね、小豆の選別っていうかやってて、脱穀とかね、まあちょっと少ないんだけどもね、ちょっとすぐ持ってこえたの根気しかないから、みんな知ってるのこういう赤い小豆だよね、赤い小豆ね。今日ね、珍しい小豆手に入って、まあ去年なんだけど、種をねいただいて、自家採取できる品種です。それをいただいて、なんつった栽培しました。でそれを今日脱穀しようと思って、赤い小豆がメインの商品なんだけども、今回ね、この珍しい小豆をね、ちょっとやってみたいなと思ってやって、で今日やっと脱穀できるようになったんで、その様子をねお見せして、どういう小豆なのかっていうことを、まあ、ちょっとみんなに見てもらいたいなって、まあ自慢ですねそういうことなんで、まあそれでちょっとこう今カメラ下にしてやって見てもらうんで、まあとりあえずこれがねその小豆なんだけども、もう見た感じは普通なんだけども、まあちょっと違うんでね、まあ見てもらいます。でこの小豆ね、ほんと見た目普通の小豆なんだけどもね、ほんとに普通なんだけども、見えるかな、ちょっと多く出してからね、よいしょ。で見やすいくするためにここでやってるけども、ほんとにこのザルの中でねやってもいいんだけどね。でそれこれほらもう見えてると思うけど、黒い小豆なのよ、黒い小豆。さっきの小豆と混ぜてみようか、赤いやつ。よいしょ、5粒あるからちょっと待って、よいしょ、取れない、こういう感じです。色が違うよね、うん、真っ黒の小豆。でこれ何に使うかさっていうと、まあ言うなればね、赤飯ってあるじゃない、こういうこの赤い小豆使って作る赤飯ね、赤飯あれはまあお祝い事で使うんだけども、武州儀、まあお葬式とか、まあそういう通夜とかの時に黒飯ってのを炊くらしいのね。でそういう時にこれ使えばいいんじゃないかってさいう話題になって、まあよそれだけぐらいかな。あとは黒いあんこ、ごまあんとかじゃなくて、あくまで小豆で黒いのを作るっていうね、黒い小豆で黒いあん、黒あんを作って、ごまの風味はしないあんこができるんじゃないかと思って、結構これ面白いなって。こういう品種を作ってる人って俺初めて見たのよ。青森県の小湊っていう町でやってる自然農法のね、ずっと種取りとかもしてやってきた自然農法の師匠、数多くいる師匠の一人、今こういうの作ってて面白いからくださいって言ったら、あ、持ってけ持ってけってなって、こうやっていただいて栽培することができました。来年はもっと大きい畑に植えて、栽培して増産してみようかなって思ってる小豆です。黒い小豆ね、うん、よいしょ。こういう珍しい品種残すのも結局種取りできるする人たちのあれだからさ、要はシェアは少ないと思うんだよこの小豆もね。だけども、いや売れるんだったら赤小豆の方が売れやすいのよ、いっぱいはっきり言って。だけどもこういうのを残す人もいるわけで、やっぱ種取りするっていうのは大事で、それを禁止するなんて俺はやっぱ大反対なんだよね、種苗法で。まあこれは種取りしてもいいっていうふうに言われてる品種なんで、まあいいんじゃないのと思うんですけれども、うん、まあそういうふうに販売されてるところから手に入れたやつだってことなんで、俺は種取りを続けていきます。これでもしかしたらどっかで逮捕されたなんていうニュースが出るかもしれないけど、まあその時はその時で察してもらえればね、まあありがたいなと思います。まあ俺の場合は、うん、種取りはこれから禁止になっていくのかもしれないけれども、あれほら滝井さんとか滝井種苗とか坂田種苗でいいんだっけな、名前とか、そういうところの F1 品種とかはダメだろうね、種取りはねしない方がいいです。だけど長野にある自然農法国際研究開発センターだったかな、名前前後してるかもしれないけど、そこで種出してるやつとかは種取りしてもいいって確か歌ってるものもあるし、うん、大手でやっても種取りしてもいいよっていうものもあるかもしれないんで、それをちゃんと確認して、それが確認取れないところは種取りしないっていう風にしていけばいいんじゃないかなと思いますね。こういう黒飯、これで黒飯、これで黒い小豆をちょっと作ってみたいと思うんで、まあ、それもなんて動画にできたらなと思うんだけど、まあ、どうだろうな。量少ないから全部種にするかな。この回だったらちょっと、ああ、でもちょっと作りたいな。まあ、どうするかわかんないけど悩んで、ね、あんこにするとき来たら、また動画にしますんで。でね、最後は、
こういう感じで瓶に入れて、これリンゴジュースの瓶だけど、本当は一升瓶がいいのね。あの、お酒の一升瓶、茶色いやつ。光も入んないから。まあだけど、量が少ないから、黒小豆の量が少ないんで、今回このちっちゃい1リットルかな ?1 リットルのリンゴジュース、ストレートジュースを飲んだ後の瓶に入れて保存します。で、これ来年、まあ、2021年だね。令和3年にこれ全部植えて、ついに販売していこうかななんて思っています。うん。ね。で、最初これ、一握りだったの、一握り。まあ、どのくらいかっつうと、よいしょ、最初、どのくらいだな。こんなもんかな。このくらいのやつを植えて、全部でこうなったのよ。結構増えるのね。うん。最初は本当に、このくらいしかなかったのがね、全部でこれになりました。で、こうやって、これ全部をまた来年植えれば、まあ結構な量が取れると思うんで、まあ、やってみたいと思います。来年こそはこれ黒飯とかいっぱい作ったりさ、ごまの味しない黒い小豆か。ごまあんなんて、黒いあんこつが、ね、黒いのは大体ごまあんだったりするけども、これでやれば真っ黒なあんこが作れると。まあ別に黒くなくても美味しいと思うけど、ああね、来年これどういう味になるかね、すごい楽しみなんだけどね。いっぱい植えてみて、置き上げ台だ。山の畑に植えてね、見たいと思います。もしこういう種がね、手に入る人いたら、こういうの残してみてください。市場価値はあまりないと思うんで、これやっぱりこういうのは、やっぱり個人個人で種取りする人がいないと、うまく残していけないような種だと思うんでね。まあ、手に入る人がいたらやってみてください。以上です。